はい、皆さん、こんにちは。アルファアドバイザーズの入ス住と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね、MBA とかあの海外のトップ大学院に、まあ、行きたいという方々が、まあ、非常に多い一方ですね、でまあ、あの毎日毎日ご相談をいただいたり、あのキックオフをやったり、いろいろ個別指導をやらさせていただいてますけれども、 やはりその大きな悩みというのはまあそのどうやって MBA に入るかとかですねどうやってトップクラスの海外の大学院に入るかということももちろんそうなんですけれどもその後のそのキャリアについてですねなかなかそのイメージが皆さん湧いてないという結構問題が多くあるなというふうに思いますのでこれからですねあのちょっと えーまあ、この人はという人のキャリアをですね、勝手にあの我々の方でピックアップをさせていただいて、まあ、こういう人みたいなキャリアがあ,もうあるよっていうのを皆さんにどんどんですね、勝手に紹介するですねアルファリーダーズに学ぼうコーナーっていうのをちょっと立ち上げてですね、始めたいと思っております。まあ、こういうういいいいい人人ますすよっていう何かねすごい人がいればぜひ ご紹介いただければと思いますしあのタイミングが合えばぜひ Zoom とかあの YouTube の方でもですねお話しいただく機会をいただければというふうに思ってますけれどもまあ、これからどんどんそういう形で皆さんに、えー、こういうすごい人のキャリアもあるのでそういう道も学んでみてはということで、えー、ご紹介していきたいと思います。 で早速ですね、えー、今回はあのメルカリですね、皆さんご存知で使ってる、僕もメルカリであの T シャツばっかり買ってますけれども、あのメルカリの、ね、CFO をやられていたです、ねあの、長澤さんという方が、あのそういう CFO を辞められて、新しいです、ねまあ、ファンドを立ち上げられたというのを、ちょうどフェイスブックでも拝見して、 でまあ、ちょうどその長澤さんとはですね僕がシカゴをちょうど卒業する時かなに彼がまあ入られたぐらいのタイミングだと思うんですけれども、まあ、あとゴールドマンとかでも結構重なってたりもしてですね、えー、とまあそういうこともありあの、まあ、もちろんですね非常に優秀な方ですしあのこういう優秀な方のキャリアあモデルキャリア えー、戦略というのがどういうものなのかとか、まあ、結局こういう,うその成功している人のですね、まあ、道みたいなものを皆さんと共有して皆さんのキャリアの方向性それから MBA 挑戦それから MBA 実践挑戦する際の、まあ、エッセイとかのですね、えー、参考にしていただければというふうに思っております。で実際に今回立ち上げ 用途されている、まあ、実際立ち上げられたのがこのミレルバグロースパートナーズという、まあ、会社でしてでそのこれについてのですね、えー、説明をちょっと簡単にエミさんの方からお願いしたいと思いますじゃあエミさんお願いしますはいよろしくお願いいたしますアルファアドバイザーズの坂下ですではまず簡単に、えー、概要ですね会社の概要それから あのまあ、立ち上げられた長澤さんはじめチームの構成を見ていきたいと思います。はい、ミネルバ・グローズ・パートナーズさんですね。でミネルバ・グローズ・パートナーズは成長を追求する企業のパートナーシップに投資をしますという一種のファンドです。でまずこのバックグラウンドのところですね。はい、読んでいきたいと思います。 え近年、日本のスタートアップが上場後に先行投資による赤字を適正に評価する株主に支持されるえ上場後、株価が低迷し、攻めの成長戦略に振り切れないケースも散見されますと、それからスタートアップが構造的に黒字化するためのその事業、収益基盤を構築するために、きちんと資本を提供できるレートステージの投資家がまあ少ないと。そういっった背景もあってあてまり 企業自体が成熟しない未成熟のまま IPO ですね、マザーズに赤字上場するケースも生じていますという現状がありますよということですね。はい、でそれでこの、えー、ミネルバグロ,ースパグロースパートナーズさんのです、ね、ミッションとしては、このスタートアップ企業が あの株式公開ですね、まあ、IPO という形の資金調達ではなくて、あの上場する前に大型の資金調達を実行して、その事業の成長をよりまあ担保して、経営資源を投下できる選択肢を提供しますと、まあ、それがミッションですというところですね。でこれによって、日本のスタートアップ企業がえ短期的な損益にとらわれずに、中長期的なビジョンに基づいて、その攻めの。 あの戦略を立てていけるようにあのしていきますということになっています、はいで。続いてこちらのチームですね、どのような方がこの長澤さんをはじめ、えー、このミネルバ・グロース・パートナーズさんを立ち上げたのかというところで見ていきたいと思います。まずね、先ほどからも出てきている、このメルカリで CFO されていた長澤さん、それから、えー、モルガン・スタンレーのですね、 グローバルインターネットバンキングソフトウェアバンキンググループの日本統括責任者の村上さんという方が共同で設立しましたよと。村島さんですね。すみません。失礼しました。村島さんですね。<laughs> はい。で、えっ、ー、と、こちらがその、ま、長澤さんと村島さんということで載ってますね。で、キャリアの どういったキャリアを歩んできたのかというところを見ていきたいと思います。まず長澤さんですね、はいえー、三菱商事に入られて、その後入社をされて、えー、その後にですね、まあ、シカゴ大学の MBA ということですけれども、まあ、ゴールドマン・サックス証券に入られて、<laughs> テクノロジー領域における M&A とか IPO を含む資金調達業務を担当されていたと。 その後、えー、2015年に CFO としてメルカリに参画ということです、はいで。大学としては慶応大学を卒業してからシカゴ MBA に行かれたという学歴になっています。それからこの共同設立者の, <laughs> の村島さんですけれども村島さんも同じく、まあ、三菱商事で、えー、働かれていてです、ね、その後2007年よりモルガン・スタンレー の東京およびシリコンバレーオフィスにおいて、まあ、このテクノロジー領域の上場とか、非常上場企業の資金調達とか、IPO とか M&A、えー、戦略投資アドバイザリーというのをご経験されたということですね。まあ、LINE とかメルカリとかラクスルとかフリーとか、まあ、数々のこう有名企業の IPO をされていたということで で村島さんの方はまはあ、同じく慶応大学卒でデューク大学の MBA を取得されているという経歴のおとのことですね、はいで。あとお二人も簡単に見ていきたいと思います。この方も、えー、とこの CIO ですね、最高投資責任者として参画されているマイケル・吉野さんという方ですね。はい、でまずこの TPG キャピタルというところ。 ファンドをされてそれから2014年に創業されたとファンドを創業されたということですねでそれで学歴としては、まあ、イェール大学卒それからノースウェスタンの MBA を取得されているということですねでもう一人のこちらも CIO の方ですけれどもケネス・リーさんという方ですね、まあ、同じくこのファンドを経て いらっしゃるんですけれども、学歴としてはこのアマースと大学卒っていう、まあ、リベラルアーツの非常にランキングがね、うん、常に1位とか2位とかで入っている非常にあの素晴らしい大学。をご卒業されてからハーバードの MBA を取得されているという経歴ですね。はい、ちょっと今の方のプロフィールもちゃんと読んでもらっていいですか。ケネス・リーさんですかはいはい。はい のまあ、マイケル・吉野さんと同じように、この TPG キャピタル、それからタイガー・アジア・マネジメント、セコイア・キャピタルですね、まあそえー、ソロスファンドマネジメントを経て、えー、2014年に、まああの創業、ファンドを創業されたということですね。 でその辺りがこちらに載っているチームのご紹介です。あと、アドバイザリーボードもお願いします。はい。で、アドバイザリーボードを見ていきたいと思いますけれども、まず、えー、とこのお1人目ですね、小泉さんがメルカリーの会長兼株式会社カシマ・アントラーズ FC 代表取締役 CEO という方。 それからこの佐々木さんという方は f r e ーの代表取締役 CEO の方ですね。それからこの永見さんという方はラクスルーの CFO と。あと鳩山さんが鳩山総合研究所の代表取締役という形でアドバイザリーボードに入られているという形ですね。はい、ありがとうございます。で、そのストラテジーのところを はいはい、まずこのストラテジーでグロースステージインベスティングということでこミネルバグロースパートナーズさんの投資は100億円,100億円規模の売り上げへの成長に向けたこうプロダクトマーケットフィット収益モデル及びユニットエコノミクスが一 定確立されたグロースステージにある未上場企業を主要ターゲットとし、1社当たり10億から30億円の出資を実行しますということですね。先ほどの,あのミッションのところにあったように、この未上場の企業さんに対してあの出資をしていきますということですね。それから、グロースステージにある上場企業さんですとか、まあ、子会社、事業部門子会社に対するプライベートエクイティ投資も対象としますと。 投資対象はコンシューマーインターネットを中心とする B2C 領域とソフトウェアサービス、あヘルステックとかフィンテックなどを中心とする B2B 領域における企業を想定していますということです、はい。それからパートナーシップの方ですけれども、こちらですね。 上場株、それから未上場株投資、投資銀行、事業会社での経験を有するハイブリッドチームがポスト IPO も踏まえた視点であの、この以下に書いてあるようなサービスを提供しながら、投資先企業の皆様とパートナーシップを組んでまいりますということです。なので、ご提供されているサービスとしては、資本政策、財務戦略アドバイザリーの提供、それから CFO 業務、全般におけるアドバイス提供とか。 グローバル機関投資家としてのマーケットにサイト提供といったところをやられているということですね、はいで。それからこのプライベート・パブリック・クロスオーバーというところであのプレ IPO、その IPO 前の上場前の出資から上場後も、えー、継続をすることに加えてその上場時およびポスト IPO からは上場株式を運用するあのプレイヤード・インベストメント・アドバイザーとしての投資も合わせて 行っているということですね。はい。以上がこのまご説明とこのチームですね。まどのような方があま創業されてこの会社に参画されているのかというご紹介です。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとその長澤さんのところで止めてもらっていいですか。 この長澤さんのキャリアっていうのが、まあ、多分日本においてはかなり成功モデルに近いんじゃないかなとあと多くの人が、まあ、こういうキャリアを目指したいと思ってるんじゃないかなっていう、まあ、想定をしていますで、まあ、三菱商事に入ってそこで、えーまあ、M&A をもうそもそも三菱商事において M&A とか投資を 担当してるんで、すすねでこれが1つ目の大きなポイントで,すでその後にシカゴ大学に行っていて、で、その後はですね、ゴールドマン・サックスに移って IBD で、えー、いわゆるですね、マンデーとか資金調達業務をやってるということですね。で、これよくですね、まあ僕もそうなんですけども、僕もその住友商事で、えー、主計部とかプロジェクトファイナンスっていうのをやっていて、 でまあそういう、ですねそのこの村島さんという方もそうですよね、その三菱商事で IT 分野における国内外の新規事業開発投資業務っていうのをやってるので、要はですねその商社に入って、もういわゆる投資とか M&A とかをやとか、まあいわゆるその会計、財務系をやってないと、ですねそもそもそのその後に投資銀行に入るっていうのは結構しんどいんですね、コンサル入れますよ。 コンサルを入れますけれども、その後にあのにインベストメントバンクに入るっていうのは相当厳しいということで、まあ、この2人は、まあ、やはりその商社でちゃんとそういうところを踏んでいるっていうところが、まあ、戦略的かどうか分かりませんけれども、非常に大きなところです。で、まあ、やはりこうそのその後に、まあ、ちゃんと MBA に2人ともね、行かれてるということで、まあ、長澤さん、シカゴでデュークで。 でその下の下吉野さんはノースウェスタンですよね。で、ケネス・ディーさんはそのハーバードに行,行かれてるということなんで、まあ、その MBA はもうこの世界、ファンドの世界っていうのはもうマストなんで、もう行ってない人はまあほぼ入れないんで、あの入れないもしくは作れないし、そ投資家がもう信用しないので。 まあ、持っててい当たり前という世界ですねでもちろんそれこそ新卒でゴールドマンとか言ってるような人とかがそのままファンドに入っていくみたいなのはまあ最初のファーストステージではあったんですけどなかなかその最近はないかなっていうのは思いますねであのでちょっともうちょっと上行っていただいてあちゃ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 ちさっきのここでいいですあもう少し上長澤さんのところで はい、で、あのー、このですねで、結局、そういうちゃんと商社で、まあ、M&A とかもやり、MBA もやりで、ゴールドマンとか、そのでインベストメントバンキングを、まあ、その業務をやられてるから、そのメルカリのいわゆる、まあ、メルカリのです、ね、結局、決定権っていうのは、その株主にあるわけで。 その株主というのは当然メルカリの,その投資者たちなわけですよね。そういう人たちが上場する時にあこの人に CFO をやってもらおうというふうに白羽の矢を立てるのはやはりこういう経歴を持った人じゃないとなかなかですねその大きなその規模のです、ね、IPO とかを準備できないんですよね。でそれこそ本当に多分長澤さんとこの村島さんっていうのは多分三菱商事で一緒かなんかだったみたいで。 つまりこ,こ,の,この2人というのでそれこそあのディールをやっていったとっいう経緯があったんだと思うんですよね。で、そ,のそれこそこの村島さんという方もこのインターネット領域で M&A でいわゆる IBD でやってて2人ともそれこそあの同じそのバックグラウンドで,でそれぞれまあ長澤さんはメルカリで事業会社サイドに移り村島さんはそのままいたと。 いううことだとだ思うんですよねただやってたことはそれこそメルカリをさらに盛り上げていくとか上場させて資本調達するというようなことを多分やってたんだと思いますね。でその下行っていただいていいですか。でこの2人はおそらくですねまあそんなに詳しく僕もこのファンドについては知らないですけれどもこの TPG っていうのも結構有名なファンドで。 あのでまあタイ,ガータイガーマネジメントとかですねであとソロスファンドっていうのはあとセコイアとかっていうのももうあの本当にあのあの西海岸のトップベンチャーキャピタルですよねでソロスファンドっていうのはジョージ・ソロスのファンドなんで多分この2人はこの2人でずっと一緒に仕事をやってきたパートナーなんですよ。 でそれこそノースウェスさんで、その後、まあこういうファンドマネージャーの方に行ってると、でケネス・リーさんもそれこそアジアとかアジア株投資を見ていてで公開株、公開株の投資も未公開株の投資も見ているということで、まあ、いわゆるそのファンドマネージャーキャリアっていうところでも王道を行ってる2人ですね。 ですごいバランスがいいのは、でおそらくこのチームは、あの多分 TPG とか分かりませんけども、その彼らのネットワークでお金が、とりあえずまあ初期の投資ファンドの資金がまあ入ってて、プラスアルファ、多分いろんな人が入れてくると思うんですけれども、やっぱりこういうですね、結局は人脈なんですよね、ネットワーク。で、ネットワークで、じゃあ一緒にやろうよっていう、多分タイミングがガチっとあって。 でおそらくそれこそレートステージでね、あのまあ、こういう、まあ、その日本のベンチャーの、ね、成長ステージでの投資家が少ないよねっていうそのポイントを見つけて、そこをやろうっていう話になったということだと思うんですね。だからまあ上2人があのすごい仲良くて、下2人が仲良くて、でその4人が組んだっていうね、あのすごいあの面白いディールなわけですよ、これ自体が。 でよくね、MBA の,のエッセイとか見てると、将来は長期ゴールはファンド作りたいです、コンサル行ってファンド作りたいですみたいなことを書いてる人がいて、でこれを見るとですね、もうそのいかに外れてることを言ってるかって分かっていただけると思うんですよね。つまり、この4人はコンサルじゃないんですよ。で、その本当ファンドマネージとかファン、インベストメントをするとか、事業会社を大きくする実務っていうところで言うと、 やはりそれこそその商社であったりあとは投資銀行であったり実際のファンドの人たちが動かしてるしそういう人がやってないとですねお金も集まってこないんですよねだからいやマッキンゼー、BCG に行って将来はあの投資ファンドに行きたいですみたいな話というのはまあ、ほぼほぼあまあ、そもそもとそのコンサルでもそのいわゆる投資 ね、M&A をやれる人っていうのは一部なんでそういう領域をねそれをやっている人がそれこそあのファンドに行った例も知ってますけれども非常に少ないですねコンサルからファンドっていうのはつまりそのファンドの世界っていうのはこれだけのプロがいるので皆さんが長期的にファンドやりたいって思うのであればこれぐらいの実績を積まないとファンドやるというその説得力がないわけですね 実際になのでまあそういうところをちゃんと踏まえて MBA の長期ゴールっていうのはしっかりと設計してほしいというのが一つとやはりなんかねあの多分多くの人は、まあ、この前も言いましたけれども MBA 行こうかどうか悩んでるみたいなね人たちが多いと思うんですけれどももうそのこういうタイプの人たちっていうのは悩みすらもないわけですよ僕も悩みすらもなかったです。 MBA 行こうかどうか悩んでますっていう人の話を聞くと、え、なんで悩んでんのって、それ悩むところじゃないんだけどって。なるほど。こういうキャリアには、もう必須、日本でいうと、大学に行くよねっていうぐらい、必須オブ必須,必須のことっていうのが分かってるってことですね。うもうそもそも MBA 持ってないと投資銀行も入れませんし、ファンドだって入れないしね。 それこそソロスファンドとか、ね、さっきのちょっと下に行っていただいていいですかその2人の,の TPG とかソロスとかタイガーみたいなところに入るんだったらそれっていうのは結局 MBA とかを持ってるとかね、はい、MBA の後のキャリアなわけですよもしくは投資銀行の後のキャリアなわけですねでもっと言うと、あのー、この2人はイェール大からノースベスターじゃないですか しかもアマーストはいはいこの前ちょうどねあの留学チャンネルの方で紹介しましたよねリベラルアーツしましたねはいでリベラルアーツって日本ではあんまり有名じゃないんですよ、うん、この大学の方ですね大学の方がね、はい、でもアメリカだとトップ大学なわけですよ、うん、でしかもまあその動画是非見ていただければ分かるんですけど奨学金もかなりもらえるんで日本からも行きやすいんですね ね、あれ全額の学費免除の学校もありましたね。あるじゃないですか。それだったら下手したら本当に日本でなんか東大早慶行くより安いですよ。いやそうですね。それで海外の大学行けるのにそんなねその日本の大学行って英語も使えないみたいな話はもったいないわけですよね。うん、でその後こういうリベラルアーツの大学に行ってからちゃんと働いてハーバードの m b a 行って。 ファンド業界でまあトップクラスの実績をね持ってるからこそお金が集まるわけですこういうの立ち上げよって言った時にそこの信頼が大事なんですね信頼と実績なんですよよくあるじゃないですか信頼と実績のみたいな <laughs> 信頼と実績のよくあるじゃないですかあれなんか普段ね <laughs> 普通に聞いてるけどやっぱりアルファも10年超えてからはいちょうど今年もすぐ12年目に入りますけれども あのー、10年超えてからやっぱりちょっ,とちょっと信頼され始めてきたかなっていうのはちょうどありましたよね。なるほど。だから本当にそれぐらいなんですよ。そんなね、軽く、いや、とりあえず m b a 行ってマッキンゼー行って、その後ファンドやりたいでっちゅうみたいな話じゃないんですよ。<laughs> 本当のプロはこういう人たちなんですよ。なるほど。ね、結構、まあ、最近ね、ご質問とかでも戦略コンサルから。 あのファンドに行きたいとかそうそういう人はねそもそもコンサルに行くべきじゃないの最初の段階で。それは何も考えてんだからこそまあそういう、ね、いろんな人見てるし多分大学生も見てるし高校生も見てるし気の利いた中学生も見てるかもしれませんけどもその人たちのために言いますけど。 本当に結局、キャリアっていうのは、どれだけ先に知ってたかなんですよ。いやそうですね、うん、例えば、商社三菱商事に入りたいと言ったら、当然、三菱商事に入るために、留学も当然しないといけないし、うん、英語だって、点以下ははゴミですからねっっきり言って商社業界、商社内定業界に、三菱商事の内定者、最近のトイックは850ぐらいだから。 うんトイック800以下で留学もしてないやつが三菱商事入りたいっていうのはもうなんだろうなもうなんか夢夢のまた夢みたいなねうんでそれはもし今これでアルファで聞いてればね今例えば大学1年生の子が聞いてればやべって思ってくれるわけじゃないですかそうですねつまりこう,いうこういう大人たちを見習うべきなんですよ確かに。 うん、で今、高校生だったら、え何アマーストって何ですかみたいなところから始めていただいていいんですよ、さあアルファの留学チャンネルにね、ちょうどエミさんがちゃんと説明してくれてるから、<laughs> アマーストとは、みたいな、ね。<laughs> そうですねそうなんですよ、もうこれ、僕が分かってほしいのは、例えばサッカーの世界でトップで飯食おうと思ったら、相当大変じゃないですか。うん、野球の世界も、ね でもサッカーを死ぬほど彼らだってすごいレベルでサッカーの技術とか経験を磨きをかけてそのためにドイツ行ったりスペイン行ったりするわけじゃないですかうん、うん、それでもなかなか代表にも入れないそうですねそれがプロフェッショナルなんですよ、うん、でもし将来ファンドをやりたいというのであれば 当然会計財務、うんね、しかも商社に入って営業やってましたじゃなくてなるほどましてや銀行に入って支店にいましたとか。うん、なんか同じね金融だから <laughs> 金融。で <laughs> も僕はちゃんちゃら証券でその証券でなんか営業してましたみたいなキャリアをとかコンサルのキャリアを取ってはいけないんですよ。 まあそうですね。でもまあこれはファンドをやりたい人のたちのための話だからうん、うん、また今度そのコンサルバージョンでこんなすごい人がいるっていうのは紹介しますけれどもまあもう一度言うとことファンドをやりたいならっていうことですよ。うんうん、ファンド業界に行きたいならそれでちょっとその前のところ行っていただいてそれこそ長澤さんなんかは。 その勝者に入ったけどやめて三菱商事からそのシカゴ行ってゴー,ゴールドマンに入ってるわけじゃないですか。はいはい、で別に私費で行っても社費で行ってもそのゴールドマンに入れない人はほとんどだしうんで別に社費で行ってもそのもうやめる決断のできない人も多いしね。 そのまま三菱商事に帰るっていうことですで彼はすごく偉いなと思うのは三菱商事を辞めゴールドマンに来てそのあとにメルカリというのを選んででそれが多分まああのー、しっかりとお勤めを果たしてでじまあ多分そういうファンドをやろうという流れになってるわけですよね、はい、でまあこのレートステージのインベストメントがどれぐらい成功するかどうかっていうのは、まあ、それはさておき で、この村島さんっていう方も非常に優秀な、多分日本のインターネットの IPO を率いてきた方じゃないですか。そうですね、LINE とか。そう、だから、リリかいわゆる今の新興市場の、ね、インターネット企業を上々に率いてきた、もう素晴らしい方ですよね。つまり、こういう人になってほしい。<laughs> <laughs> なってほしいしでももともとは彼らは三菱商事スタートなわけですよ別に三菱がいいっていうわけではないけれどもうん、うん、つまり三菱が認めてるっていうことなわけですよでそのために彼らはおそらくその大変な努力をしてそこにいるわけなんですよねこの三菱商事に入るときからってことですよね入るタイミングのその前の前からはいはい なんかこう家で寝てたら三菱商事から内定通知, <laughs> 通知書が届いたってことはないわけじゃないですか <laughs> そうですねだからね今の大学生に本当に言いたいのはとにかく死ぬほど勉強しろということととにかく海外に行けということですよねそうですねのんびりしてる時間もないし世の中にはこういう化け物がいるしこういう化け物のところに金が集まってきてるんですようん で結局、そういう人たちがその世の中を資本家として動かしていくと。うん、つまり、長澤さんも、いや、ずっとね、事業会社で使われてるのも何だなって思ってたはずですよ。で、この村島さんもそうだと思います。投資家サイドに行きたいと。もうアドバイザリーはいいや、みたいなね。うん、で、おそらく、まあ、さっきのね、上のところに書いてたと思うんですけど、上、一番上行ってもらっていいですか。 ここのね、ああ、ミッション、ミッションの、ああ、ここね、ああ、一番上。近年、スタートアップが、<laughs> まさに体験されてきたのか,かもしれないですね。もう、僕らなんか投資とか見てると、<ー>まさにこうなんですよ。<laughs> IPO で叩き、うん、叩き売られてしまう。その後赤字赤字でね、もう株価が悲惨なことになって、お前ら足引っ張んなやって、投資家から言われてる企業みたいなね。<laughs> でしかも、その後成長の背の字もないと。 うん、で上場ゴールって言われてる企業がめちゃめちちゃゃ多いわけです、ね、そうですすねねそう上場っていうとね、そこす、すごいなっていうイメージはありますけど、実際のところは上場で売り抜けられてしまう企業とかも多いんでしょうね。うんまあ、そうなんですよ、うん、だから多分その、それこそモルガン・サンレーとかで投資銀行やってた人なんかは、そこに自分たちはもう上場させたら終わりなんだよね、仕事としては。ははい、はい それでそこでそのベンチャーキャピタルがひたすら株売ってねはいっちゃう上がりあと、うん、知らねって感じでだからねこれねちょっとまた今度別の回でやりますけども上場ゴールしたですね企業の社長は悲惨ですよはあもう永遠に永遠にサラリーマンですそれこそ雇われ社長ってことですか雇われ社長っていうか結局資本市場 に頭が下が下らなくななくるわけじゃないですかもうまあそうですね投資家とかからひどい言われようの社長とかで。で成長もしないのに成長余地もあまりないのにで結局その毎月3か月に1回四半期決算を出し続けなければならず。はあ、なるほどで変な決算出すと投資家から罵倒され IR に1日、ね、500本ぐらい死ねっていう電話がかかってきて。 なんだ上場ゴールやろうみたいなこと言われて、<laughs> で、自分の持ち株、ちょっと金欲しいから持ち株売った瞬間に株が叩き売られてね。はい。<laughs> 社長さんがね、社長さんが持ち株売ったら、<も>あ、社長かぶったなって思<も>言われるわけですよね。だから、それこそ社長は悲惨なんですよ。はい、よく上場するなこの10億とか20億で上場する会社あるじゃないですか。 ここ、ね、数日ももましたもんねるるるるそれこそ元ゴールドマンのみたいな人たちがなんで上場するかなっていうね<ー>だからやっぱりなんかそういう上場ゴール的なねだからベンチャーキャピタルもまあある意味ちょっとちょこちょこっとね金稼げればいいやと思ったあと知らねえみたいなのが多いから多分この2人はそれに軸たる思いがあったんですよなるほどふざけんなよってすごい思ってるわけですよ多分ね僕まあ,あ<ー>話していけないですけど だからやっぱりこういう思いを形にしようって言ってしかもすごいね本当に彼らよりもプロフェッショナルな投資家の経験を持った2人もね招き入れて先ほどのあの下の2人がすごいんですよおそらくうんただ多分日本語はあんまりできないんでん上の2人でディールソーシングをするとでエグゼキューションはこの2人でやるっていう感じかもしれないし なるほどだからやっぱりそういうねこういう,こう志を持って起業されるっていうのも素晴らしいしそこにお金がついてくるっていうのはやはりこれだけのそのプロフィール実績があるからなんですねうんだからファンドを作るということはこのレベルなんだということをまず分かってほしいし、はい、でファンドを作りたいならこういう経験を持ってこいということです。 コンサルガーとかじゃなくてもうコンサルガーって別に僕コンサル嫌いなわけじゃないんだけどその将来ファンドに行きたいからコンサルにということを言うやつが本当頭沸いてるというかもう全く分かってないう<ー>んということに腹立たしいわけですよ。うんうんなるほど。でも <laughs> そうだからやっぱりそのちゃんとね そのこういうファンドに行きたいファンドを作りたいと思うのであれば MBA に行きでもしあの今の仕事がねそのもしくはこれから仕事をするっていう人なんかはちゃんと商社とかメーカーとか金融とかどこに入ってもちゃんと投資関係とか M&A 関係の仕事をすると、うん、そしてトップクラスの MBA に行きその後投資銀行に行きそしたらその後は長澤さんみたいに ちょっとね、あの上場して1000億ぐらいの会社があるんだけどちょっと CFO やってくんねって声もかかるし将来自分でそれこそ投資ファンドを作ろうって言った時もそれこそすごい人たちとかすごいお金が集まってくるわけですよ。それはこうやはりゴールドマン・サックスとかあのモルガン・スタンレーみたいな本当にトップティアの会社でやはり M&A とかをやってないとなかなか難しいものなんですか 例えば CFO の案件、案件というかこれやらないというふうな道につながっていくためには単に M&A やってればいいとかではなくてそのトップティアのしかもグローバル企業で何かああそれはね、すごいいい質問ですね。あの結論はね、やっぱりその長澤さんだけじゃないんですよ、実は。 はいはい、結構、僕がご一緒させていただいた方々は、本当に各上場企業、要はその時はじは CFO で入った時には上場してないけど、要は上場するための CFO 要員として、声がかかった人たちっていうのは、もうゴールドマンが圧倒的に多いです、うん、まあまあ、そうですよね、確かに。<laughs> 誰にやってほしいって言ったらね、ゴールドマン・サックスとか、モルガン・サーレの方にやってほしいですよね。 だから多分コンサル業界で社長やらせようって言ったらやっぱりマッキンゼに声がかかるっていうのと変わらないかなああなるほど<う>あどこでもどこでもいいからとりあえず入ればいいってもんじゃないんあんまりねそうなんかこうじゃあアクセンチャーに任せましょうみたいなないじゃないですか確かになるほどでやっぱりねそのすごいそもそも少ないんでそういうオポチュニティがねだからやっぱり上から声をかけていくっていうのは基本なわけですよ 長澤さんの場合はちゃんと事業会社の経験もありこれもポイントなんですよね、はい、うんアドバイザリーだけじゃないってことですね。だけじゃない。たぶだから村,村島さん村島さんにはメルカリの CFO になってねみたいな話は来ないんですよ。ああなるほどそう。やっぱり事業会社のことを分かっているというキャリアが大事。うんでも本当に多分それぞれがそれぞれの強みを持っているから。 これがもう美しすぎるキャリアですね、僕から言わせると。<laughs> いや、いいですね、うん。だから僕なんかは本当にあのもう人の下で働きたくないとか、もうそれが強かったから、うん、とにかく自分でやりたいっていうね。うんうん、で、アルファ始めても、それこそ投資家からのお誘い全、全断りしてるんで。<laughs> 完全に。絶対に嫌と思って。 <laughs> なるほどそういう、まあ、ゴールドマン時代に見ていただけに、まあ、ゴールドマンだけじゃなくね、鷲見とかもそうだし、うん、やっぱりそれこそ MBA 卒でねあの自分で授業やって投資家入れまくってねいっぱいいっぱい来そうですもんねい,いっぱい来るのよ、うん、で散々止めても投資家入れまくっちゃって、うん、今も悲惨な目に遭ってる人とかいっぱいいますからねそうなんですね なんかよくこう資金調達しましたみたいな感じでイエーイっていうすごい <laughs> あのやったみたいなおめでとうございますみたいな感じですけど実は結構大変なこともたくさんあるってことですね。だからそのまま上場までいければイエーイですよね多分ね。うんでも要は資金調達まあ要はこのメルカリのビジネスモデルみたいなところはやっぱりすごくそのまあ そのテクノロジードリブンなんですけどそのまあ広告も含めてものすごい資金がいるんでねんだからやっぱり最初にある程度その資金調達っていう意味でエクイティーを投資家をつらないといけないっていう性質があるビジネスなんですよね、うん、ああ初,、ね、初期投資が必要なビジネスだからまあそれはビジネスによります本当にで<う>ただやっぱりそういうその最初からベンチャーキャピタルを入れて もうひたすら、ね、何社も入っちゃってグロースもできずに逃げもできず上場もできず、うん、ひたすら、はい、あの上司のように毎月毎月投資家から投資家に結果を報告し、うん、あの苦しい日々を送ってる人たちはめちゃめちゃいますちょっとそれは別の話としてね経営者版やりましょうよ僕が深そうですね 僕が深い世界なんですけど、うん、あのまあ一応ですねそういうファンド行きたいとかファンドやりたいとかっていう人のために、まあ、あのこのファンド行きたいならこういうキャリアよっていうのは言っておきます。うんはい、なのでもう MBA で行くかどうか悩むみたいな人はどうなんですかね <laughs> <laughs> うんなんかねどうなんですかね MBA に行ったらこう刺激されてマインドセットとか変わっていくっていう方もでもいるんですかねやっぱり。 あもちろんいます。<laughs> もちろんっていうか、ほとんどそうなんですけど、うんうん、やっぱりその行く前に悩んでますみたいなね。そうですね、もったいないですよね、時間がどんどん遅くなってきて。しか、ね、ももう、昨日も言いましたけど、32とか3とか超えてしまうとなかなかね、いやそうねラウンド的に厳しくなるし、それううこそミッドキャリアとかもありますけど、ミッドキャリアだったら今までの本当に経験をね、どう生かすかっていう方向に今度なってきちゃうんで。 はいはい、あんまり自由にですねそれこそコンサルやって投資銀行行くみたいなキャリアじゃなくなっちゃうんですよねだって投資銀行なんて30過ぎてあまり金融の経験なしだって結構難しいんだよね難しいんですよだからね普通のフルタイム MBA で経験なしで入るのがほとんど多分ラストウィンドウだと思うんですよねうんなるほどそうだからこそ MBA に行けっていう話をしててだってもうね長澤さんなんか多分 メルカリ CFO で大量にストックオプションもらって多分もう働かなくてもいいぐらいの金を持ってると思いますけどね <laughs> どでそれこそ村島さんもずっとね何年か、あのー、モルガン・スタンレーで働かれてたんで多分退職金含めてものすごい額をもらってるわけですよその下の2人もそうなんですよ、うん、もうねこの4人は働かなくていい人たちなんですよ <laughs> もうそのの MEA でもなん <laughs> から <laughs> 1000万とかそういう2000万とかっていう額じゃないからさ。何悩んでるかって <laughs>、まあ。10万円ぐらいなんですかね、感覚に <laughs> 本当1000万、2000万の MBA の投資を悩んでるやつを全員発倒したいよね。 ねえファンドになったらその何、何、10億かだって10億、20億って書いてあるけど、そのうち100億、200億になるしね、こういうファンドって大きくなると成功するとね。なるほど。1千万、2000万で悩むやつに100億、200億の投資ができるわけないじゃん。笑わせんだよって話なわけよ。まあね、自分で投資とかやってるとあっという間に。 万万とか200万とかかか動きますからねそうだからやっぱりそれが100億200億になるだけの話なんで、うん、別に人間の感覚なんてすぐ麻痺するからそうですねそうまあ100億かちっちゃいなって言い始めますよそのうち、うん、だからやっぱりねそういう感覚だからもうこういう人たちをちゃんと見習って MBA に行くことに悩まないともうマストであるとしかもこれからね、うん 非常に厳しい時代がやってくるのであれば逆に金融に行って死ぬほど儲けることは可能だし、うん、で早めに行ってでそれこそ投資銀行にもしファンドを行きたいのであればねもしくはファンドをやりたいのであれば、うん、で事業会社に行きたいんだったら長沢モデルね長沢 <laughs> モデルはいはいでそのファンドファンドをねそれこそあの最終的に作りたいのであればその村島モデルで で汗まねいきたいのであればさっきの,あの最後の2人。2> 彼らなんて別にそのやっぱり TPG とかそうですけどもタイガーとかあのセコ,セコイアは本当 VC ですね。うん、でそれこそソロスファンドなんかどちらかというと上場株とかですからね。だからやっぱり本当のファンドマネージャーっていうのはやっぱり本当に最初からファンドマネージャーなんですよ。うん だからでもそういう経験がない人とも組めるっていうのがやっぱ上の2人の強みですよね。うん、でそういうチームをちゃんとバランスよく作ってデファンドをやろうというのが形であって、うん、ぜひあの非常にいいモデルだなとあのこれが成功するかどうかは別としてでも成功しなくても彼らには何の問題もないです。ほぼ余かです余か,よか あまあだからねそれこそ何か立ち上げて本当に株主からも文句を言われひいひい言いながら、ね、会社を回してる人がいるかと思えばこうやって、まあね、どのぐらいの財力かわからないですけどでにもうエグジットして何も毎日カフェラテ飲んでてもいい人たちです <laughs> なるほどそういう人たちがさらにチャレンジしようとしてるっていうところがポイントですね なので皆さんぜひですねこういう人たちを見習ってさっきのもう一回一番上行ってもらっていいですか会社名あのこのミネルバグロースパートナーズって検索していただければおそらく出てくるのでミネルバグロース .jp ですねぜひ皆さんも見ていただいて何かあると僕もそういえば今思い出しましたけども商社の1年目から いろんなファンドの人たちのこのチームのところを見るのがすごい好きでしたね。ああだかそういうところを見てあこういうキャリアなんだなっていう。あ,あそう僕はファンドその商社の住所の1年目の時にあの海外のファンドのを見まくっててサイトをね。うんでチーム見たらみんな MBA 持ってんじゃんみたいな。<laughs> なるほど。<laughs> そ<う>いやでもなんかその視点もちょっとね私もサポートとかで拝見してますけど。 その自分で考えて、あこういうキャリアにはこういうパスが必要なんだなっていう情報を取りに行ってる人もなんかあんまりいないですよね。いないよね。う<ー>ん。<laughs> また別の話ですけどね。なんか、そういう思考だってチームのところに偉そうに書いてあるのもみんなの顔写真とプロフィールが。そうですね。超偉そうなさ、<laughs> ね、えるからハーバードビジネススクールとかさ。サカですよね、もうカ、みんなッピカでさ、<laughs> やべえなんか俺、住所ですげえ調子に乗ってて、合コン,合コンで持てるからいいと思ってたけど、全然、全然だめじゃんみたいなのを知るわけそこで。まだ海外にも行ってないと。海外にも行ってないし、MBS は取ってないし、<laughs> USCPS が持ってないし、投資実績なんか全然ねえし、やべえって思うわけじゃん、そこで初めてね。で逆にこういう人たちみたいになれば、 ああ、ファンドに入れるんだなっていうのが分かるわけじゃん。そうですね。だね、早めに知ることなのよ、結局、キャリアって。いや、そうですね。それに尽きる。<う>だから一応、動画残しておきますので、もう本当、小学5年生ぐらいから見てほしいですね。いやく普、普通に日本で暮らしてたらね、大学受験の時点でだいたい東大早慶みたいな選択肢になっちゃうじゃないですか。もう頭悪いですね、もう東大早慶は。<laughs> そういう選択肢の時代じゃない <laughs> はっきり言って。そうですね。うん。という感じです。はいまあ、ぜひ皆さんもが多分頭で考えちゃうとあのこの一個前の動画でもねお話ししてた,たと思うんですけどあのいやちょっと MBA どうしようかなとかっていうどんどん考えて行動できなくなっちゃうと思うのでぜひこういったキャリアを歩みたい方は。 考えずに行動するっていうのはすごく大事かなと思いましたね。はい。ということで、またちょっとこういう会を作ってやりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。で、MBA とかですね、海外大学院とか、あの今、どんどん皆さん、あの興味があるということで、あの刺激を受けて来ていただいているので、いつでもですね、ご相談いただければと思います。で、あのアルファのサイト、最近、あのログインとかもすごい簡単になったので、ぜひそこにログインしていただいて、 でそこから無料相談をのです、ね、画面に飛んでいただいて、そこから無料相談に行っていただければ、あのいろいろとです、ね、お話できたり、コースのご案内とかもできますので、あのぜひ、まさにこういうです、ね、トップクラスアルファリーダーズにな人たちにです、ね、なるべくじゃあぜひ頑張っていきましょうということで、えー、今日はどうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 いたします。